ムハンマド・ファヒームムハンマド・カシーム・ファヒームは、アフガニスタンの政治家、軍人、第一副大統領、元帥、タジク人。日本の報道では、モハマド・カシム・ファヒムなどと表記される、パンジシール州出身、ブルハー・ヌッディーン・ラッパーニーが率いる、アフガニスタン・イスラム教会の党員。ソ連のアフガン新攻時、アフマド・シャーマスードの指揮下で、野戦指揮官、政治委員。 情報機関、シュライ・ナジルの副議長を務める。ラッパーに政権樹立後、保安省を務める。1991年からアフガニスタン国会スラム保安局長。1996年に、タリバーンがカーブルを奪取した後、北部同盟の軍事会議議員となり、アフガニスタン北部の作戦を担当した。マスード暗殺後は、北部同盟軍司令官に任命され、 数日後に、ドゥシャンベで開かれた、北部同盟支持国代表の会議において承認された。2001年11月から2002年6月、ハーミド・カルザイ暫定政権の副大統領建国傍省。2002年6月から2004年7月、移行政権の副大統領建国傍省。2005年12月、メッシュラーノ・ジルガ議員。2009年11月19日、第2次。 カルザイ政権の第一次副大統領に任命。2014年3月9日、副大統領在任中に死去。ありがとうございます。